こんにちは。のだめ英語バージョン第6巻だから英語を紹介しますね。151ページです。 She feels trapped。 息が詰まるって、お母さんがそういうふうに感じてたそうです。この feel trapped で、追い詰められると感じる、罠にはまったと感じるという意味なんです。